だってマクドナルド7年連続マイナスの時はやっぱり店長が育ってないのにお店作った、これはもう唯一の理由ですから。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。ただ面白いことにね、皆さんよくおっしゃるんですけど、フランチャイズ化すると質が落ちるんじゃないかと。そうです、それはずっと言われて、これはね逆なんです。そうですよね、だからここはもう僕は原田さんからいろいろ勉強させていただきましたし、7割にするっておっしゃった時のね、結構批判というか、そうあって、いや、あの直営店をですね、もう店長もその上のスーパーバイザーもまとめてポーンとフランチャイズ持ってきますね、その店の売り上げ上がるんです。なぜ上がるかってお分かりですか、やる気になるからですよね。いや、サラリーマン店長がオーナー店長になるんです、これはやる気になるから、それは当然だと思うんですけど、世の中はそうやって見てくれなくて、原田さんがなんか本社の利益を上げるためにフランチャイズ化してるっていうふうに当時いろんなところで書かれましたよね、ある雑誌とある大学の先生がね、まあ、あの本はひどいですけどね、ひどい、学生かわいそうだと思うんですけど、いや、あれはね、直営店をフランチャイズで売って利益を作って、業績操作をやったと、こんな批判記事です。そうですね、そんなもんじゃないですよ。私の時代に3950億の全店売上が5400に上がったんですから。そうですよね、当時から勘違いされてる方がいて、まあ、原田さんの話をすると、いや、あの方フランチャイズでダメージしたんでしょみたいな言う人いるんですよ、まあ、これフランチャイズチャンネル見てる人はいないと思うけどね、あの時7割目指してやんなかったら今のマクドナルドのこの流星はないですよね。そうです、だから私の時代に FC 改革をやったこと、それから店舗サテライトも入れ替えて、ドライブスルーもかなり改善したんですね、それからデリバリーを2010年に始めました、まあ、そういったところの事業インフラが今のマクドナルドの好調を支えていると。そうですよね、私は逆に自負心持ってますけど、あ、その通りだと思うんですよ、2010年デリバリーの基礎ができてるから、もう今ね、もうこれはそのおかげというのはかなりでかいんじゃないですかね、今ね。そもそもね、フランチャイズって何、っていう話がやっぱり一番大事なんですが、やっぱりフランチャイズのビジネスモデルって何かって言いますと、私の表現でいきますと、資金調達の一手段ですよ。はい、その通りですね。でやっぱりフランチャイザーが投資する部分とフランチャイズが投資する部分、その総合的な投資体力を上げて成長を加速するってことでしょ、でそういう意味でいきますとね、2004年から2011年にかけて、全体の投資金額が215億から265億に上がってるんですよ。特にフランチャイズ投資が 240%、 2.4 倍になってます。その分本社の投資体力が上がってきますから、本社の投資体力が 3.4 倍になってるんです。なるほど。でこれがね、ファイナンシャルレベリージって言いまして、ここが一番大事なポイントです、フランチャイズ化してこれだけ良くなった、改善した、さらに上に行ったっていうのは、やっぱり今でもフランチャイズって勘違いされてますから。これね、私個人がやったような切り口の雑誌とか本が出てますけど、私一人でこんなことできませんよ。私どうやってチーム作ったかってことなんですけど、やっぱり米国本社のトップの CEO いますね、そこのエグゼクティブアシスタント、トップのエグゼクティブアシスタントですよ、そこと戦略チームのブレーンを日本に連れてきたんです。それと世界のトップクラスのコンサル会社 B 社ですけど、そこに10億ぐらいお金を使いましたから、戦略のやっぱマッピングだとか、この財務検証シミュレーションを徹底的にやるんですね。その当時のマクドナルドを徹底的に分析してもらったんですか。そうです、10億円の価値ありましたか。あります。10億のコンサルですか。そうです。これぐらいの大規模なプロジェクトを組んでやったわけですから、そこの私一人の、頭脳ではできませんよ。シカゴの本社のボードミーティングでもしっかりと検証して、そこで決議して進めたことですから。なるほど。あの私が勝手にやったみたいなもんで、そんな生優しい経営じゃないですからね。確かにその理論は分かるんですけど、その460社の FC オーナーをこう集中させて200社ぐらいにこう減らしていくっていうのは、これどうやってやったのかなって思うんですよね。それめちゃくちゃ難しくないですか。これはね、これ語ったらまた1時間かかりますから。本当に、僕そこが気になっちゃって、次のチャンスの時でも結構ですけど、これはね、本当に質が悪くて撤退していただかないともうダメだっていうオーナーもいらっしゃいました、優秀なオーナーもいらっしゃいました。そうですよね、でそこを切るのが一番やっぱり辛いわけですよ。で、あの優秀だけでもエリアの関係上ちょっとここは調整していただかないとっていうことですよね。そうです。したがって方針に対して合意を得るか得ないかと、もうここで右から左から決めるしかないですね。例えばお子様からね、
私の家族を救ってくださいっていう手紙が来るぐらい、そういう辛い思いももちろんありましたよ。3人知ってるんですけどね、そこで切られた、うん、切られたか自分で辞めたか分かんないですけど、経営者ってね、その前任者がやった負の資産も素晴らしい資産も全部受けて立たなきゃいけないですね。なるほど。でやっぱり明日のこのステークホルダーの価値、ステークホルダーっていうのは株主価値、顧客価値、うん、フランチャイズの価値、やっぱり社会的価値、取引先の価値、これを上げていくためには身を切るような決断もやっぱり必要なんですね。でそれをダラダラやっちゃいかんですよ。1年ぐらいでやりましたからね。うちの息子に社長だけはやらせたくないと思いますよ。マクドナルドのこのフランチャイズ化して、そこでの改革による業績アップっていうのはもう日本のフランチャイズ市場ではね、ずっと語らなきゃいけないところです。そこを正しくやっぱりね、いや、こういう大なた振るような経営の状況にならんように、フランチャイズビジネスのスタートの時からしっかりやっぱりマッピング、それから成長戦略、事業効率というものをやっぱり設計してからスタートしなきゃダメですね。なるほど。でなぜこうなるかというと、やっぱり経営者が目先の売り上げを上げるために人が育ってないのにお店を作るとか、事業効率考えずにどん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 お店を作る。そうですね。作るのが簡単ですからね、フランチャイズは。お店作るのは簡単です、うん、人を作ることはもっと難しいですよ。そうですよね。で未だに人が揃ってないのにお店作ってつまずいてるって部分、あの会社ありますよね。それが7割ぐらいじゃないですか。そうです、まあ、本部の方も作れば加盟金が入ってくる、いろいろ入ってくる。まあちょっと成功した方は、1個成功したら自分はできる経営者だと思うということで広がってしまうんですよね。だってマクドナルド7年連続マイナスの時はやっぱり店長が育ってないのにお店作った、これはもう唯一の理由ですから、うん、もうこういうことにならないように日本のフランチャイズの会社はぜひ頑張っていただきたいと思います、うんうん。まあ、あと原田さんにお聞きしたいのは、やっぱりフランチャイズってやっぱアメリカのものじゃないですか、発祥としては。もともとは日本人の考え方っていうのは、やっぱりフランチャイズにちょっと合わないみたいなところがあると言われますけど、そんなことはない、うん、そんなことない。自分の資金力で自己資金、ね、借入れ金、上場して資金上場、何でも結構ですけど、自分の資金力だけで直営店を 1000店舗作る、またはフランチャイズとお互いに出し合って作る、どっちが早いかってことですよ。だから事業成長を加速するんだったら FC、 もうゆっくりやっていいんだったら直営店でどうぞってことですね。中途半端が一番良くないでしょうね。ただ直営店がゼロではダメです。直営店っていうのは一つのロールモデルって言いまして、しっかりとやっぱりリードしていくお店でなきゃいけないんですよ、うん、そうやってフランチャイズのオーナーさんは儲かんな儲かんなって言ってきますから、24時間やろうって言ったら儲かんない、深夜の PL だけじゃないよ、深夜を開けることに24時間の PL が上がるかどうか、これを見てくれとこうやるわけですね、うん、その時には直営でちゃんと実証しなきゃいけないです。牧場のヤギの集団を引っ張っていくリーダーみたいな役割が直営店ですね。なるほどね、